フリーズ。ホールだ。浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、カスカ。キリュウさんですか。ダメ。他に誰がいるってんだ。ダメレジェン。いや、かっこ。これでどうだ。来い、こっちだ。なぜ、なぜ。どういうこと。ストーリーが全く理解できません。あら、お客さん。アロハ。初めて見る顔。なあ、カスが一番ってんだ。キリュウさんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。キリュウさんのお友達。めちゃめちゃ素敵だよね、キリュウさん。あの寡黙でどこか影のある感じが特に。何？辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男って感じ。早口だ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。やべえ、オタクだ。私としたことがつい熱くなっちゃって。キモイド。改めまして、私はケイ。皆さんどうですか、声優。ハワイの人って知らない相手でも結構気さくに挨拶するでしょ。どうですか演技。馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。ちょっと誰よこのケイさん。早口笑った。なんかもうね、あの声優さんとしてこう録音してる時いつも通りの感じでって言われたので、ね、あの台本に書いてないセリフとかも全然言っちゃって大丈夫で、自分のあの好きなようにあのアレンジして大丈夫ですって言われたから、キリュウちゃんが出てきた時にちょっとね大興奮して書いてないことも言っちゃったんだけど、全然それもセリフになってる。うわー、バイバイ一番、またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。キリュウさん出てこいよ。もちろんだ。See you! See you! ああ、ケイとフレンドに陽気になった。3D モデルでマイフレンド本人が声やってる。ああ、なんと英語版のイングリッシュ版のボイスも私が担当、本人が担当してるらしいよ。キラー。そう、そして英語版のボイスでは気軽にマザーファッカーとか言ってるらしいよ。見なきゃ。おめでとう、ありがとう、ありがとう。みんなのおかげで大ファンのゲームの中に強制的に入ってやったぜ。もうみんながどれだけ私のこと嫌いでも、はい、強制イベントを絶対逃れられない。パパパパパ、やったー、勝った。あー、英語版もぜひやってくれよな。英語の早口確認しないと。